んばんは。こんばんは、こんばんは、皆さん。前髪がダメだ。こんばんは。皆さん最後ですよ、今日が。最後ですよ。こんばんは。ちょっとダメだな。まあいっか。こんばんは。今日も赤リップです。最後にならないように。本当ですね。そう、でも今日ショールーム自体はってショールームは最後なんで、よろしくお願いします。悲しい。もう配信始めるのも最後かもって思ったら悲しいですね。悲しかったです。あ、スノードームありがとうございます。モリリンさん、モリリンさんありがとうございます。最後は家で、そう、今日8時までしかないから急いでいろいろやんなきゃいけないんだけど、あ、できた。見て、リボン、これの付け方わかんないんですけど、何かこんな感じ、あ、ちょっとあ、そうそうそう、リクワは今日も可愛い。ねんねちゃんありがとう。アイリンゴちゃんありがとう。あ、くまねパパさん、くまねパパさん、昨日タワーありがとうございました。ごめんなさい、書くの忘れちゃって、ありがとうございました。本当にありがとうございます。感謝、感謝です。はい、りんごちゃん、次は研究生として。そうですね、頑張ります。授業中なんですか。ありがとうございます。ももさんこんばんは。これどうやってやるの。前髪の今日の調子、今のところはマイナスです。ダメ、全然ダメ。今までで一番ぐらいダメ。え、これできないな。ちょっと後でやります。ありがとうございました。わ、本当にびっくりしました。この、まあ、ここがダメ。ちょっと待ってください。健坊さんハートもありがとうございます。どうやチョコミンティア。え、はい、え、そうなんですか。チョコミント苦手なんですよね。でもありがとうございます、本当に。そう、これめっちゃ美味しい。チョコミントの皆さんぜひ食べてください。美味しかった。あ、ハートいっぱいありがとうございます。健坊さんと S ゆうすけさんありがとうございます。本当に名古屋で待ってるよ。ありがとうございます。頑張ります。今日はリクエストアワーセットリストベスト47を考えてきました。ここに書いてきました。 あとなんだっけ、これ推薦コメントもありがとうございます。ありがとうございます、推薦コメント。今日の髪型もユキ、あのね、リボンをね買ってきてね、ここにつけようと思ったんだけど、つけ方がわかんないし、こうやって増加しちゃうからやめた。あ、紺色さんありがとうございます。元っちさんこんばんは。名古屋に引っ越す準備。そうですね、なんか昨日話したことでなんかいろいろ書いてくださってるの見たんですけど、あれがね、あれがなんか全てっていうわけじゃないし、なんていうんだ、聞いたことだけを信じていただけたらいいかなと思いますね。そうそうそう、
結構ね、なんかうーんって思うことがあったので。今日前髪がダメだ。頑張ります。うーんって、なんかそんなことないよって思うことがあった。どうしようかな、どうしようかな、何からやろうかな。もうでも やらないとダメですよね。あ、じゃあちょっとずつ発表していきますね。全部一気にじゃなくて、時間もないことだし、ちょっとずつ。見えますか？あ、ちょっと見えちゃった。今日お昼にエスキーさんのシビから、あれって どこに売ってるんですか？見たことないんですけど。か、でも辛いの食べれないけど買いたい。前髪最高。え、全然ですよ。でこっちから見たらちょっといい感じかも。はい、じゃ早速発表します。いいですか？いきますよ。パチパチパチ、発表します。発表しますよ。ローソンに売ってる、ドンキにも売ってる。ローソン行ってみます。発表します。第47位は、君と僕の関係。46位、うっほうっほほ。45位、友達。44位、今ならば。43位、ガラスのアイラブユー。42位、思い出のほとんど。41位、夢に色がない理由。40位、くるみとダイアローグ。39位、ディアマイティーチャー。38位、誰かのために。ここまでですね、最初。こんな感じです。47位から38位までこんな感じです。渋いってどういうこと？字綺麗ですか？ありがとうございます。いい歌ですよ、全部。どうでしょうか。スピーディーな発表、ごめんなさい。ごめんなさい、スピーディーな発表で。あゆかちゃん、ありがとう。シーナちゃんってあれですよね、坂道合同オーディションの47番さんですよね。ありがとうございます。名曲ばかり。そう、キャップリタイ、ぜひ。せーの。どうや。38位まではこんな感じです。はい。どうしよう、これでいいか。ポテモンさん仕事中、ありがとうございます。仕事中なのに来ていただいてありがとうございます。あいちゃんありがとう。そう、今日で最後なんですよね。今日で最後にならないように頑張ります。なんか顔色が悪いけど、そうです、坂道ゴールドオーディションのシーナ、そう、かわいいですよね。その中から1曲、誰がいいですか？シビから、なんていうんだっけ、当番なんていうみたいな。ローソン見てみますね、明日。こんばんは、また会えるのを信じてます。ありがとうございます。頑張ります、本当に頑張ります。どれがいいですか？一曲、その方式いいかもしれない。この中から一曲。 S ゆうしきさん、だるまいっぱい、ありがとうございます。本当にもうバイト頑張ってね、愛ちゃん。いつかまた会えるように頑張ります。ありがとう、いつも。思い出のほとんど、さっきね、AKB さんの
1830m の夢、東京ドームの DVD 見てたんですよ。そしたらなんかもう好きな曲がわーっていろいろ出てきて、誰かのために思い出のほとんどガラスの選ぶよ。カムカバーさんこんにちは。47番シナモンだけに47、アンケート取る？でもいっぱいありますよねいっぱいすぎてどうしよう。誰かのためにが一番多いかな。誰かのために人は生きてる、あなたがいるから私がいるの。歌詞見ないと分かんない字綺麗ですか、嬉しい、ありがとうございます。あ、ゲソンさん、ゲソモンさんありがとうございます。タコさっき2012年の総選挙2012年っていつ、何の時だろう、いつだろう。2012年だから待ってく、2012年は大島優子さんが1位の年かな、違うかな。今日は合格祈願ということで、だるまありがとうございます。そうだそうだ、だるまそうだ、目に塗らなきゃ。どうしようかな、どうしよう。あと何曲、あと何ページあるかな。あ、じゃああともう1ページ今発表しちゃいます。あともう1ページ、ゆっくり発表しますね第37位じゃん、狼とプライド。第36位、恋のプラン。恋はプランが大切なのに。35位、12月のカンガルー。34位、じゃん、スキャンダラスに行こう。33位、セブンティーン。32位、ハートの独占権。31位、リセット。30位、初めての星。29位、三日月の背中。28位、ずっとずっとでーすどうでしょう、カンガルー、いい、おー、かわいい、ありがとうございます。コウジさんありがとうございます。歌も上手で全然ですよ。このトン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 、遊園地でデートをしましょう。12月のカンガルー。知らない曲多いですか。三日月もいい、初めての星は NMB さんの。初めての星ずっと見ていた、合ってるかな歌詞。三日月の背中いいですよね。何のランキング、これはなんか今日リクエストアワーベスト、セットリストベスト47っていうやつをやってて、好きな曲ランキングつけて発表してます。そう、曲披露はベスト10のみ。最終日なのに初見で、ありがとうございます。黒田政宗さん来てくださってありがとうございます。選曲の決め手、なんか本当に好きな曲が多すぎたからいっぱい書いたんですよ、ここに曲を。でもう47曲に絞るのも大変だったし、そう、しかもそこで順位をつけなきゃいけないっていう、もう無理でした。だからね、そう超厳選です。君のいない世界は無意味。よいしょ、あ、そうだ、テロップつけよう。そうだ、なんてやったらいい、リクエストアワーでもずっとやってるわけじゃないからな。いいや、とりあえず
最初から見た方ってまだ始まったばっかりですよ。そう、好きな曲に順位はつけられない。だからもうほぼ僅差、ほぼっていうか僅差です全部。こんばんは、ゆうさん、こんばんは。なんか固まっ、すごい固まっちゃったっけ前髪が。可愛いから好きに絶対来てほしい、嬉しい、頑張ります。順位決めるのにどれくらいかかった？え？どれくらい？でも昨日の夜からずっと考えてました。歌うまい、本当ですか？ありがとうございます。今日は自爆行為って何ですか？昨日からずっと言ってらっしゃる。今日はな星、ごめんなさい。そう、最終日なんですよ今日。りょうばさんありがとうございます、来てくれて。そう、今日はそう、うん、そうそうそう、19時59分までです。そうなんですよね。え、それって19時59分59秒までかな、それとも58分59秒までかな。難しい、よくわからない。今日で最後だけど、これが最後じゃないと信じてる。頑張ります。初見です、ありがとうございます。オフグレナさん、オフグレナさんありがとうございます。はじめまして、ありがとうございます。今日で最後なんですけど来てくれてありがとうございます。ベスト10から全部歌います。あ、10時まで、そう22時までじゃないんですよ今日は。今日は全員、そう、なんか若い子もいるから、若い子は多分8時までしかできないから、だからみんな平等に8時までです。59秒と思ってた。どうなんだろう、59秒なのかな。え、若い子の、若い方の配信っていつも どんな、いつ終わってますか？59秒で終わってるかな。違う、33番ちゃんとか。こんばんは。59、あ、こんばんは。とりあえず挨拶だけ。ジャータンさん、こんにちは。ありがとうございます。こんばんは。シナモンちゃんは今日が最終日じゃない気がする。本当ですか？いやいやいや、頑張ります本当に。明日から最終日とキャッスベ見たくね。そうですね、16歳で若い。いや全然ですよ、若くないから10時までねできてたんですけど昨日まで。最後寂しい。梅さん、梅さん、梅さんツイートしてくださってありがとうございます。他の子の配信見に行ってない。ありがとうございます。アニュハセヨー、アニュハセヨーだっけ、カムサハムニダー。若い子と自分が、シナモンちゃん SK まとめ、そう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 、見ました、まとめサイトみたいな。でもね、あれに書いてあることがね本当かどうかはねわからない、わからないっていうか。そう、聞いたことを信じてください、聞いたことと見たものを信じてください。来年からは名古屋生活になるので少し早そうですね。気が早いけど、そうなるように頑張ります、頑張ります。そうだ、テロップまた忘れてた。あ、ゆきみちゃんありがとうございます。久しぶりかな、久しぶりじゃないかな。ありがとうございます、いつも。ノアちゃん、あ、びっくりした。ノアちゃん、ノアちゃん、ノアちゃん、ありがとう。まとめされたとか見ないでいいよ。そうですね、そうですよね、本当に。メンタルが死んじゃうよね。あ、あきちゃんありがとう、来てくれてありがとう。あきちゃんおかえりなさい。あきちゃん、紺色さん、だるまいっぱいありがとうございます。名古屋にこんな可愛い子、いや、いますよ、いっぱい。もうに、日本は可愛い子ばっかり。ゆきみちゃん、スノードームありがとうございます。そう、美味しいもの名古屋で食べたい、味噌カツ食べたい。2時の時は手羽先を買ったんですよ。待って、すごい、ありがとうございます。梅さん、ハートありがとうございます。連蔵さん、連蔵さん、あ、連蔵さん、連蔵さん、連蔵さん、推薦コメントありがとうございます。また、ありがとうございます。
シナモンちゃんしか、ありがとうございます。いっちゃんさん、今日はビール飲んでないんですね。ありがとうございます。チョコミントのミンティア買ってきた？食べてください、ぜひ。あきちゃんはチョコミント、チョコミント好きなんだっけ。好きなんだっけ。好きな方は絶対に好きだと思う、チョコミンティアも。ハート100個ありがとうございます。初見です。 ST 用紙ですが応援してます。アルバトロスさん、ありがとうございます。頑張ります。 STU さんもありがとうございます。本当に STU さんファンの方もね、結構来ていただいてありがとうございます。味噌煮込み、味噌おでん、あ、味噌おでん味噌おでんで、なんかコンビニに売ってたんですけど、あれって名古屋限定なのかな。美味しそうだった。ぜひヤバトン行ってみます。冬は煮か、うどんも、味噌がね、そうですよね、味噌があんまり髪の毛、そう、なんかちょっと今日前髪が安定しなくて、いつも触っちゃうんですけど、今日いつもより触っちゃう。ちょっと待ってください。じゃあもう触んないように安定させます。一回どうだ、もう諦めよう。今日はでもそう、癖、多分癖で触っちゃうんですよね。まあいっか、はい。50シナモンちゃん、ありがとうございます。カウント、今日もバイトない、そうバイトないですよ。なんかね、もちろんです。ここがすごい、今日前髪切ったんですよ。絶対わかんないけど今日はスマホで見る、ありがとうございます。チャチャさんありがとうございます。ケープ派か VO5? そうなんだ、ケープ。ずっとなんかバレエで髪型固めるときとかからずっとケープ。そう、癖は治りにくいですよね。今日はカマキリ、そんなね、そんな頻繁に出ないですよ、カマキリあ、またテロップ忘れてた。あ、僕が見てるオデの、はい、本当に。じゃあそれを怪我さないように頑張らなきゃ。今日は赤リップの塗装、赤リップ塗ってますよ。赤リップ塗ってます。配信してる子、あれ本当に、もうそりゃ信じますね。それはそのなんていうの、伝統じゃないですけど。あ、いっぱいギフトありがとうございます。ダルマもハート、カオルさんとユースユースケさん、握手会で会おうね、頑張ります。リクアはね、もうね、ちょっと発表したの今ね、何位までかな。もう一回出すか、じゃあもう一回出そう。47位から37位まではもう発表した。違う、37位までじゃないや。じゃあこれ出しとこう。メイク上手、いや全然です、もっと研究します。クーミンさんってよくカマキリ出るんですかなんで知ってるんですか、そんなのこんばんは、カズちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。マジで受かってくれ以外の感情ない、本当に嬉しい嬉しい、頑張ります。固めたら前髪切っても、そうですよね、そうそうそう、ちょっとだから前髪切ったばっかだから安定しない。仕事終わって見に来て、ひろしさんありがとうございます。ハッシーさんこんばんは。ドラさんが15人中14人、すごいすごい、最終日になりませんように、本当に頑張ります。人気になって良き、頑張ります。ありがとうございます皆さん、本当に。こんばんは、ドラパンダさんこんばんは。字綺麗ですか、嬉しい。まず間違いなく合格する、そんなことないです、頑張ります。次、これも発表した、さっき。リクアワ以降、リクアワはちょっとずつ小出しにしていこうかなって思ってて、他はなんか普通にお話ししたいですね。カオルさんハートいっぱいありがとうございます。パソコンでは56番ちゃん見てるので、制作聖徳太子みたいなどっちもの話をね聞ける。2人ならまだいけそうですよね。そのリカオに入ってる曲を歌えたら、そうですね、本当に。配信終わる最後に最終オーディションの意気込み話して、もちろんです。受かったらしたいことでも、一番はっていうか、もうずっと劇場に立ちたかったので、劇場に立ちたいですね。あー、君には受かってほしい、嬉しい。ひろなみさんありがとうございます。
頑張ります。ハートの独占権のエゴチュリさん、最高。めっちゃ可愛い曲ですよね、あの歌。セブンティーン良き。セブンティーンもね、本当に神曲。ハッシュタグツイートしたいけど偏差値低いツイートとかしたらM さんでも昨日してくださいましたよね、ハッシュタグのツイートありがとうございます。リセット名曲ですよね。でもさっき見てました DVD。 ダンスは得意？得意かは分かんないですけど好きです。新宿アルタでも公演ある。そうなんですか。そう、公演シアターの女神。オオカミとブライダの衣装を着てるの見て、あれ似合わない。そう、若い子がね似合いますよね。あ、そう、着たい衣装、今日 DVD 見てて、雨の動物園の衣装めっちゃ可愛いですよね。似合わなそうだけど。船の劇場できる、もうすぐできるんですか。やっと1週間前から早く劇場に出てくれるの待って、まあ、ありがとうございます。頑張ります。可愛い STU に来てほしかった。そんな恐縮です。 STU さんね、受けてたんですけど落ちちゃったんですよね。 YouTube のシナモンの涙の告白で、やめてくださいやめてください。ペンギンゾウ、ゾウさんが日本手ですか。シマウマが可愛い。シマウマが一番可愛い。NGT6人中6人、 HKT16人中13人、すごい。 NGT さん誰見てたんですか。それだって葵さんが好きです。そう、やったそういうことしちゃダメか。僕は AKB に来てほしかった。恐縮です。 AKB さんも落ちました。久しぶりに、AKB 三昧さんありがとうございます。初日くらいより慣れたな。そうですね、だいぶ。そう、これ初日と同じ服着たんですけど、何か成長はありますかごめんね、ジュエル似合いそうですか。すでにアイドル並みの可愛さを隠すってことを願っても、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。坂道さんのファンの方かな。あゆかちゃんありがとう。動画の検索47番やめてください本当におっきーさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。おっきーさんもいつも押したい。嬉しい。コアラっぽい可愛さあり。コアラ、なんか中学校の時の担任の先生がコアラに似てた。ピンクが鮮やかになった。そうですか変わってない。いろいろピンクな服着ましたけどね。ちゃんのすけさんありがとうございます。顔の表情が良くなった。本当ですか、良かった。1週間で何も成長なかったらどうしようって思ったお花ありがとうございます。弁蔵さん最後にスキー受けて良かった、スキーで良かったって思った。そうですね、でもそう、これが最後のオーディションになるように頑張ります。あ、古田って葵さん見てたんですね。ゆきみちゃん、坂道含めてどのグループが一番詳しい。でも昔から、一番昔から知ってるのはやっぱり AKB グループ AKB さんです。 AKB48 さん、中学も、私の中学もコアラに似てる先生いた。本当にコアラに似てた。毎回見るたびに可愛くなる。ありがとうございます。なんか今日ブスじゃないですか、すごい。いつもだけど、どうしたら、なんでカラオケならいいな。こんばんは、可愛い合格してほしい。あ、ゆなちゃんありがとう。髪下ろし、そう、髪もね、髪型も一緒なんですよ、初日と。そうね、このね、リボンをね、つけようと思ったんですけど、なんかつけ方わかんなくてやめました。しかも黒だから同化しちゃうし。こんばんは、ゼロさん、こんばんは。メイクしてますよ。ますます可愛くなって、嬉しい。時は来たな。なんだ、何の時だ。時は来た。余裕で受かる。いやいやいや、地下アイドルの子にも評判いい。本当ですか。
地下アイドルの方、オーディション受ける子本当に尊敬する。うーん、全然ですよ、そんなことないよめっちゃ嬉しい。ウィンブルドンへ連れてって、歌えるように頑張ります。今日はコメしないで画面ずっと見れた、イエー、ぜひコメントしてくださいこれでメンバーになって SK さんなら遠征行きやすい。本当ですか、頑張ります、会えるように。カワ、あー、なんて呼べばいいんだ、シェイ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 。初日以来の犬、犬描いたっけ初日、なんか目が痛いな。そう、このスケッチブックももうすぐ終わるんですよ、初日の絵、これ初日の絵。前髪タイプ、あ、よかった前髪そう、前髪ね結構こだわってるんで。エレピオンさん推しだったんですね、思いは届くはず。なんか見るたび合格 したら触手できなくて、いやー見てください8番さんが可愛いって人、え、本当に8番さんめっちゃ可愛いですよね。なんか後から顔出しされたのかな、あれ違うっけ、8番さん可愛い。ありがとうございます。だるま、名古屋での一人暮らし寂しくならない、ならないか、あんまりならないかな、どうだろう。コメント打ち込み用に猫の手も借りたい猫、そっか、いいな猫。チャチャさんをね2つ見てるんですもんね、配信を。画伯、画伯そうそう、赤リップ、そう昨日買ったんですよ、めっちゃ可愛い、赤リップめっちゃ可愛い。乾かないし、だからなんかベタベタしてるわけじゃなくもないし、なんかよ、もう素晴らしいですよ本当に。コメしてたらシナモンちゃんの顔見れなくなる、いや全然してくださいぜひぜひ。明日から何を聞くにすればいいの、そんな恐縮すぎる、一人に絞れなくて。そうですね、今は2回目ぐらいなのに覚えてます、そう覚えてる覚えてる、めっちゃうるうて可愛い、可愛い本当に可愛い、お揃いにする、やったー、めっちゃ可愛い、女の子みんな持ってそう、なんでも可愛い、可愛い本当に、色可愛い、色も全部可愛い、そうバイアカリンって書いてある、可愛い。今度買ってもらう予定、よかったね、いいな買ってもらえる、いいよね本当にね。本もね、ちょっとすごいね参考になる、絶対合格で名古屋はいけないけど、ありがとうございます頑張ります。ツイッターのアカウントないですよ。こんばんは、ともさんありがとうございます。これから出かける予定もないのにシナモンちゃんが乗ってるから赤リップ、あ、お揃いやった、お揃い、あきちゃんおじさんもつけて全然いいと思いますあかりんさんレーンの男性の方みんなつけてそう、男の子でも買って全然いいとは思いますよ、みんないいですね、あかりんさんファンの方みんな唇がプルプルになる井上瑠香さん、いや全然それはないです、本当にやめてください単押しだからシナモンちゃんの配信ずっと見てて、ありがとうございます。あ、もう2500人もありがとうございます。今日は短い、時間が短いからなんかやり残すことがないようにねしたいんですけどね、がんそうないですよ、もちろん消しました全部。あ、三浦さんありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます三浦さん。ショールーム今日初めてで一番最初に、へ、ありがとうございます、嬉しい嬉しい、それはちゃんのすけさんありがとうございます。シナモンちゃんの握手会みんなでお揃いにしましょうウィンクできないですあかりんさん本当にすごい本当にすごい、
YouTube とか見てます。いつも髪の毛を全部まとめて左肩に流した感じ。こう。明日からもつぶやいていいですか。ぜひぜひぜひ。やり残したこと、言い残したこと、そうですね、本当に本当にお姉さんの可愛さ。あ、私ですか。ありがとうございます。今日はシナモンに捧げてカラオケで僕の、あ、ありがとうございます。昨日からそう言っていただいてありがとうございます。 STU の岩田ひなさんに似てないです。あんなに可愛い方。レンゾーさん、ハートありがとうございます。バブル期に流行ったワンレン、何が髪型、あ、そう、デロップまた忘れてたデロップ忘れてたすぐ忘れちゃう。ちょっとテロップやります。私はシナモちゃんが一番です。ありがとうございます。ロンリーボーイさんもずっと来てくれてありがとうございます。本当にてっちゃんさん、だるまいっぱいありがとうございます。不思議とエスキーらしさ感じます。本当ですか。嬉しい、嬉しすぎる言葉、お言葉、それは。なんか今 目を細めた。もうこの顔、ゆいさんがよくするんですよね。かわいい。やっすーさん、ありがとうございます。初日の5時10分からシナモちゃんだけ、本当に？それは、もう、ありがとうございますとしか言えない。ありがとうございます。ママからの認知、あー待って、ママからの認知は頑張ろうかな。ママでも見てそう、かわいいから。びっくりした。あ、テイクさん、テイクさん50カウントありがとうございます。ちーちゃんさん、ありがとうございます。シナモンちゃんがもし好きに受かった握手会で見せられたら出れるか、頑張ります。握手会でできるように。うどんのやつ、うどんつるつるピッカーありがとうございます。レナさん推し、 SK のオーディションでずっと見続けてるのシナモンちゃんしかいない。嬉しい、ありがとうございます。本当にキャッチフレーズ集、誰の、わかる方のあるかな、キャッチフレーズ集。レナピョンさんめっちゃ可愛いですよね。普段日本いないから時差でショールーム見る。だけど日本いるタイミングでオーディション、あ、そうなんですね。いつも日本じゃないのか。よかったです、タイミングがあって。いつでも、どんな時でも、ゆうり。私に不利なことなんてあらへん。合ってる？うどんの国のお姫様。M A S A N A マサナさん。AKB 推しは小栗有以さん。お気に入りりっちゃん、まゆゆ、小路春ゆきにさかな。ありがとうございます。来てくださって。やっくんさんでいいのかな？やっくんさん。うどんのやつキャッチフレーズかと思ったら、うどんの国のお姫様ですよね。オーディションから見てる子全員受かってる。本当ですか。それはそれはそれは自信につながる。 1,2,3,4,5 一緒に 6,7,8,9 ジュリナさん、ジュリナさん、ジュリナさんのキャッチフレーズすごい。なんか皆さんすごいですよね。絶対思いつかない、キャッチフレーズとか。クエスチョン、瀬戸内に舞い降りたのは。ダメだこれは、ダメだ、こんなことしてたらダメだ、怪我しちゃうやめます、キャッチフレーズてんてんてんさん面白い。てんてんてんさん、 SKE さんの推しは井上瑠香さんです。卒業生の方、大山さなさんです。可愛すぎたから30分に1回うどんの、やめますやめますやめます
I love you, thank you。 サーホさん見たかった。もうやめます、やめます。皆さんちょっと話題変えましょう。アジュリナさん、そうさん、ちょっと呼び捨てになっちゃう。てっちゃんさん、だるまありがとうございます。うどんの国のお姫様。東京は何だろう、うどんじゃなくて東京の有名なもの、何の、東京は何の国だろう。やっほー、みやひーさんありがとうございます。ひらおらさん、天然ふんわり系、確かにそうかもしれない。小島春菜さんもそうですよね、天然のふわふわ系、可愛い女の子っぽい方が好きですね。香川のうどんはちゃん、東京のうどんは濃い、そうなの。もんじゃ、もんじゃ月島ですよね。月島のもんじゃ食べたい。シナモンちゃんがいなくなって、わいは明日からどこに行けば、いやいやいや、 STU さんのイベントをぜひ見てください。梅さん、ルーちゃんかわいいわ、わかりますよね、本当にかわいい。あ、まーちゃんさん、まーちゃんさんありがとうございます。まーちゃんさん、はじめまして。ゲートウェイ、ゲートウェイって何、失礼します、ありがとうございます。やっくんさん、 Thank you、 名前呼んでくれてありがとう、すごくかわいい、期待してます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に。シナモンちゃんしか、ありがとうございます、すごく伝わってきます。そんなこと言われたらもう合格するしかないじゃないですか。肌荒れがひどいな。山手線の新駅、そんな駅ができるんですか、すごい名前が。最初見た時18ぐらいかなと思った、よく言われます、老けてるんですよね。山手線、違う、高輪ゲートウェイ、では失礼します、ありがとうございました、またお会いできるように頑張ります。だるまに目を入れる、あ、そうだ、だるまに目入れよう、確かに配信中にやればいいのか、確かに。合格は決まってないですよ、全然全然ですよ。そう、大人っぽい、大人っぽい、まあそうですね。ママに聞いたら願いを込めて固めに塗って、叶ったらもう一個の目塗るらしいんですけど。ああ、だるまだ、ここに今ね、ここに、なんだっけ、お守り。あ、寒い、暖房つけよう、床暖房つけよう。風邪ひくなよ、本当にそうですよね。ママ正しい、あ、やっぱりどっち目とかありますか。名古屋の栄といえばシナモン前。シナモン前で待ち合わせやで。あ、シェイ。シナモンちゃんの合格は決まっています。知り合いの神様と大仏様。知り合いなんですか、すごい。頑張ります。ママも押す。
今日は必勝ブル、あ、待って、ブレスレットつけてない、ここにある。実は私が審査員です頑張ります。昨日と気温差、そうなんですか、今日は寒いのか。左目、あ、左目なんだ、左目に。じゃあ熊根パパさん、熊ありがとうございます。熊の、熊のぬいぐるみ。私がいるから心配いらないわ。ブルースレットどこで買えるの。いや、これはなんか北海道毎年行ってたんですけど、そこのそうそう、そこで買った。だるまさんと向かい合って右目、じゃあ左ですね、こっち。そうそう、シュービドゥビートゥータタピーヤ。小樽じゃなくて函館の。今日も可愛いですね、ありがとうございます。ふとしさん、ふとしさんありがとうございます。それって切れると願い叶う。全然です、これはなんかつけるといいこと勝手にあると思ってつけてます。海外1回しか行ったことない。だるまの片目ぬ、今塗りますか。じゃあ最後とかの方が良くないですか。最後塗ります、今日の最後、忘れないようにしないと。戻ってきました、あ、いや、ありがとうございます。誰もありがとうございます。あ、メアちゃんありがとう。あきちゃん、そう、ギフトで誰も多いの、美味しい、美味しいじゃない、嬉しいエリナさんありがとうございます。ありがとうございます、頑張りますメアちゃん久しぶり。さっきまで行ってた人終わってて、あ、そうなんですね。ちのむちゃんの目にも、それは怖いそれは怖すぎる。なんかここがキモいな今日。これだるまの入浴剤、今日から3日間、明日からかな、入ろう。もう可愛いの当たり前だから言わないありがとうございます。だるまいっぱいありがとうございます。皆さん無理しないでくださいね。梅さんもありがとうございます。可愛くないよありがとうございます。だるま、ほんとほんとほんと、あ、そうだ、この風船の4がどんどん元気なくなってきてる。何の香りなんだろう。なんかすごいいろいろある。ベルマのやつ、猫だ、これは猫と、猫とだるま。だるまは澄み切った森林の香りこれから最終シーズンまで縁起物、そうですね、 4頑張れ、あ、4これか。でももう一個ね、新しいのもあるんですけど、マイハさん配信してるんですか。シナモンちゃん見に来るたびに会いたいんです、嬉しい、会えるように頑張ります。アキちゃんありがとう。配信初お邪魔の時も言ったけど、22マーケットさん、そう、ラスト配信、なんかしてほしいことありますか。昨日は吉橋ゆずかさんが配信でシナモンちゃんが良かった、へえ、嬉しい。そう、吉橋ゆずかさんも見に来てくださって、そう、あ、行きました、吉橋ゆずかさんの昨日の配信見ました会いたすぎる、会いたい、本当に会いたい。画面近づくとあまりの声で、ねえ、そんな目だけ
そう、ちょっとね、字が見えなくて。受かったら握手行きたいけど、アメリカ戻らないというか、あ、そうなんですね。会いたかった。違うぞ。ペンがない。あれ、ペンがない。なんで？あった。握手会行きたい。ぜひ頑張ります。握手会できるように。はい、自画像。感謝の謝は今日書きますよ。マヤさんにお礼言ってきた。本当ですか？嬉しかった。よしあしさんもスキーハッキー行ってた。あ、そうなんですね。お姉さんに会ってみた。お姉さんって誰のことだ？さっきから。マイキューさんバレー配信。そうなんですか？見たい。メンバー公認じゃないですよ。スクショしてください。超適当に書いちゃった。もっとちゃんと書きたかったな。いえいえ、可愛い子好きなんで、バイバイ。恐縮すぎる。あなたで、あ、お姉さんって私のことですか？ありがとうございます。握手したすぎる、本当に。頑張ります、本当に。バレエ配信はちょっとね、ここが狭いからできないですね。合格できたら。前髪が似てる？誰にですか？あ、これか。本当ですか、前髪。今、シナモンの画像加工を載せて宣伝できて、ありがとうございます。そうですね、今日最後だからぜひ、たくさんの方に来ていただきたい。名前の呼び方、シナモンって呼んでください。47番だからシナモンです。視力悪い？全然そんなことないけど、多分誰でも見えないと思う、ここからだと。あ、くまねパパさん、誰もありがとうございます。1位だ、ありがとうございます。誰もはね、演技がいいですね、非常に。ありがとうございます。あー、もうありがとうございますじゃ済まされないような感じですよね。本当にもうどうしたらいいですか。配信聞きながらツイッターのしなまちゃんの画像作って、ありがとう。そっか、バックグラウンド再生できるから。ぜひ皆さんもいっぱい、ありがとうございます。名前知りた、そうですね、知っていただけるように頑張ります。あ、4000人ありがとうございます。1時間しかやってないのに、まだ。ありがとうございます。2月の名古屋ドームの全国各地で菊池を広めから、そうなんですね、そうなんですか。頑張ります。シナモンちゃんって、そうです、可愛いポーズして、うん。何のポーズ。早く合格してほしいです。早く公演でコールがしたら、頑張ります。あ、なんか誰もが浮いてる。この前配信の名前見えちゃってて、名前見えちゃってました。何のやつ、マイキュンさんの写真、あれですか、サインのやつですか。マイキュンさんのサインのやつ見えてました。めっちゃ隠してたんだけど、絶対言える。かわいい。あ、ほのかちゃんありがとう、来てくれて。ほのかちゃんありがとう。そう、ほのかちゃんもずっと来てくれてありがとうございます。本当に それいいです。あははは。
かついてる、ここに。あ、取れた。今日で、あ、テスト終わったの、お疲れ様。よかった、終わったんだ、よかった、嬉しい。お疲れ様です、本当に。テストね、大変だよね。テストは青春。リーちゃん感ある、リーちゃん、リーちゃんって 何リーさんだろう、どのリーさんだろう。頑張ってね、バカランさん、ありがとうございます。薄めというか半目。半目、めっちゃ半目になるんですよ。プリクラとか撮るときとかすっごい半目になるんですよ。あの、わけわかんないぐらい半目になるんですよ。なんかどうしたらいいんだろう。お疲れ様です。赤毛団長さん、ありがとうございます。そう、一週間。もう一週間もありがとうございます。バイト中、ありがとう、ほのかちゃん。ありがとう。じゃあ、最後かな、もう。ありがとう。もう本当にありがとう。また会えるように頑張ります。今回のオーディション受験者さんは みんなコメ拾ってくれて。コメントね、全部読めるようにしてます。頑張って、頑張ります。誰もありがとうございます、本当にいっぱい。自分も配信しながら見てる。え、そうなんですか。そう、今日で終わりなんですよ。半目多くてキャップが選ぶの、なんでだろう、なんで半目になるんだろう。プリクラの写真あるかな。そう、最近のプリクラ本当にね、プリクラの写真、半目ばっ、半目じゃない、制服ばっかりだな。知らんかった。そう、今日で終わりなんですよ。今日は8時までしかできないから8時までやります。制服しかないな、プリクラの写真が。誰も100個ありがとう。プリクラ一緒に撮れる紙部やりたい。プリクラならね、基本漏れるからプリクラやりたい。プリクラの目変になりがち、確かに。プリクラないな、制服のしかない、なんでだろう。 あった泣く、本当に。あとね、あと2時間、あと2時間です。あと2時間で全部やりたいことできるかな。次は SKE のメンバーになってショールームした時にまた来るね。ありがとう、頑張ります、本当に。また会えるように頑張ります。ん、ありがとうございます。あ、スクショタイムする、スクショタイムします。47、初日と比較画像。また何回かやりますね。2時間楽しもう。そうですね、明るく終われたらいいですよね。終わりじゃないようにしたいけど。くぼかわいい。47、はい、かわいい。シナモンちゃん100点、やった。あー、かわいい、かわいい写真がいっぱい。早く握手会、本当に頑張る。最後は笑顔で、そうですね。4の逆バージョン、逆バージョンいりますか。公演や握手会でリアルシナモンに会える日が頑張ります、頑張ります、頑張ります。そう、唇、そう、めっちゃこのリップが可愛くて、あかりんさんの赤リップ。エクボメンは貴重そうなんですか。今日バイト終わって手からツイートするから見、ありがとう、見ます。ハッシュタグをね、ぜひ皆さんもつけてツイートしてください。最初4曲だったっけ。
そう、今日は初日との比較画像でも1週間でね変わんないか、そんなに。今日の前髪は今は22点、あるかな、なんか。あ、タコありがとうございます。ミヤヒーさん、初日から最終日まで毎日来られて、こちらこそ本当にこっちのセリフすぎるありがとう、毎日来てくれてありがとう。ほのかちゃん、また会えるように頑張ります。好きすぎて公園で歌って踊ってる姿見たら泣きます。嬉しい、嬉しすぎる。はあ、頑張ります。リップの色が赤すぎなくていい。そうですね、確かに。そう、可愛いですよね、本当に。あかりんさんのやつですよ。んーと、リップ、つい、また、ん？すいませんね。何がですか？白くないけど、何が？会えるとしたら来年、そうですね。あ、白いタコ？タコじゃないです。猫です。猫です。リップ可愛いですよね、本当に。そう、唇本当にね、これ絶対買った方がいいし、もう一個欲しい。もうすでにシナモンちゃんファンがついてる感じ。いやー、あ、嬉しい。そう、自分で作ったやつ、中学校のやつ、ちっちゃいニャンニャンです。子さんオタになる、嬉しい、ありがとう。ほのかちゃんも絶対忘れない。どうもすいません。あ、これ猫ですよ。クロポンさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます、本当に。輪郭がケヤキさんっぽい、どういうことどういうこと。紙粘土、あ、紙粘土これですか。これすごい、ちょっと上出来。待って、膝が折れてる、膝が折れてる。え、待って、足が折れてる、足が折れてる私も忘れない、嬉しい。大阪で楽しくやる、できるだけ毎回行けるありがとう、頑張ります。でもそこに行けるように頑張ります。私も子さんとかな、ありがとう。ポンドちゃんも、ポンドちゃんもいっぱいいっぱい書いてくれてありがとう。推薦コメント、皆さん忘れないですよ。いっちゃんさんも忘れないです。私は自信持って、自信いっぱい。子さんありがとうございます。そう、ショールーム見てくださってる方はみんなそうですよ。え、本当に、待って、ただ待って、どうしよう、どうしよう、足が折れてるかわいい。小島春菜さんイメージです。題名は猫、後で修復します。粘土だからね、修復できそう。忘れませんよ、もちろん。ゲソモンさん、マジで47番ちゃん、え、嬉しい、ありがとうございます。そう、フライングゲットのねやつ、衣装図鑑を見て作りました。題名のセンスがピカイチ、そうですよねもう分かる方に分かればいいです。カレーさん、公園で全力コールするからレッスンしてね。もちろん、頑張ります、会えるように。なんか寂しくなってきた。でも絶対に、ありがとう、ありがとう、本当に今までもありがとう。これからもよろしくお願いします。頑張ります。初めて見たけど可愛い、本当に。ゆかりちゃん、ゆかりちゃんさんありがとうございます。あきちゃん、握手会とかなかなか行けないだから忘れは忘れない。一回来てくれたら絶対忘れない。もうあきちゃんっていう存在が忘れないからてっちゃんさん、会える日を楽しみにして、ありがとうございます。だるまいっぱいありがとうございます。さっきからありがとうございます。授業終わったからやっと音聞こえる、よかった。たくまさんありがとうございます。やっと音が、そう、音がないとね、と頑張ってもね、あれだからね。ゆいゆいさん推しなんですね。
目と前髪タイプ、嬉しい。前髪を褒められるのは嬉しい。スキーさんの CD 買ったことないけど絶対買うから、ありがとう、頑張ります。本当にそんなこと言っていただけて。最終日にしか来れなくてかなり後悔。そんなことを言っていただけて嬉しいです。存在忘れない。もちろん忘れるわけない。そうそうそう、ノアちゃんも忘れませんよ絶対に。シナモンちゃんって女の子の人気本当に嬉しい。でも本当に、空のパギさん、もう公園でパフォーマンスしてる姿が想像できる。本当ですか、頑張ります。無理好き、バイト頑張れ。バイト頑張ってね、ありがとう、ありがとう。ほのかちゃん本当に、シナモンちゃんに入ってくれたら毎週探る。本当に頑張ります。子さんも新規も関係なく優しくできる。もちろんです、それはもちろんです。今日も可愛いですね、ありがとうございます。滝沢マナさん、ありがとうございます。お披露目早く頑張ります。メアちゃん覚えてますよ、スキーメンバーとして名古屋ドームだったし。頑張ります、頑張ります、頑張ります、頑張ります。初見です、知り合いに勧められてきました。ありがとうございます。センさん、ありがとうございます。どなた、どなたにお勧められたんだろう。ありがとうございます、広めていただいて。大丈夫ですよ、上司オタで大連番できるようにいっぱいやめ。嬉しい、嬉しい、頑張ります、ありがとうございます。そう、老若男女にね、老若男女の方に好きにもらなってもらえるように頑張ります。あと15分ですね。握手行ったら可愛すぎて届けそう、嬉しい。握手会、そう握手会したいからできるように頑張ります。劇場の倍率上がっちゃう。いやいや、そんな影響力ないですよ絶対。老人で、嬉しすぎる、嬉しすぎます。 SK 劇場行くんですね結構。出れるように立てるように頑張ります。星歌、星歌、もう皆さんもちろんで、そんな差別はしないですよ。シナモンちゃん、おたさんたちとつながりたいかな。いや全然まだそんな、全然そんなね、このハッシュタグでぜひ皆さんつながってください。本当に頑張らないと。女子オタの大連覇に受賞して参加するしか全然。いや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 、あ、ほのかちゃんありがとう、バイト頑張ってね、バイトまた会いましょう絶対、ありがとう、本当にありがとう、ありがとう。嬉しい。 SK になれたしのもちゃんが欲しい。本当にです、本当ですか、ありがとうございます、頑張ります。大連番参加して嬉しすぎる。嬉しい。赤リップつけた握手行く、本当ですか。待ってます、待ってられるように頑張ります。大連番したい、嬉しい。あきちゃんフォローしていいですか、だってほのかちゃんが。嬉しい。あきちゃんはね、ゆうりさんのトップかな。頑張ってくださいね、ありがとうございます、頑張ります。あ、あきちゃんがぜひしてほしいです、嬉しい、つながってくれて嬉しい。
シナモンの着ぐるみで大連番昨日ドンキホーテで見つけたんですけど高くて買えなかった。本買っちゃったら買えなくなっちゃった。じゃあね、ありがとうほのかちゃん、ありがとう、本当にありがとう、ありがとう、ありがとう、またね、また絶対、ありがとう。シナモンちゃん見に名古屋行きたい、嬉しい、頑張ります、名古屋で待ってられるように。ハーツさん、マイキュンさんのファンの方ありがとうございます。のすけさんこんばんは、こんばんは。シナモロールの帽子かぶって会いに行きたい、それは幸せですね。もしメンバーになれたらかぶりたい着ぐるみかのすけさん、スノードームありがとうございます。新曲聞きましたよ。そう、新曲も、そうだそうだ、これも歌わないと、あ、これ歌わないとどうしよう、このここにあの5曲もどうしようか。じゃあ最後でいいか、これはちょっと一旦離脱してきます。梅さんありがとうございます、また待ってます。シナモンロール食べたことない、あ、そうだ、今日買ってこようと思ったのに忘れた、最終日に食べようと思ったのに忘れてた。なんかミーキさんの鹿連番みたいな、そう鹿連番あったんですか。見てるだけでその日の疲れが取れて嬉しい。小太りじいさんさん、ありがとうございます、こんばんは。あと10分、あと10分、あ、シリにさ、シリが反応しちゃった。小太りじいさんさん、ありがとうございますって最後やること多くて重大じゃない。え、じゃあちょっとサビだけでいっか。この SK さんの曲は申し訳ないけどサビだけにするか、あ、それともこの10分で歌っちゃう、10分で当たっちゃう。でもリカワと被ってる曲もあるんですよね。爆笑びっくり、え、女装してたんですかすごい、11年前。そう、カレーさん子さんですもんね。金曜の SKE さんの公演当たった、おめでとうございます。すごい、周り今日食べ物はないです。今日はね、配信に集中しよう。塾行ってくる、また会いますよ。ありがとう、みわちゃん。また絶対会いましょう。ありがとうございます。塾頑張ってください。ありがとう。本当にありがとう。シリに反応された。そう、シリに反応された。タンタンタン。タン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 、もう君とも出会ってる、いつだってスタンバイユー、タン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 。めっちゃ衣装すごい、これかわいい。もっとちゃんと歌えるようにしよう。新曲、そう、新曲もね、今日24曲、新曲、いや全然歌えてなかったです、今申し訳ない。恋人、ただ君のそばで照らしてるだけだ、言葉にできやしない両極端よ、恋する季節がもどかしい感じで、じりじり熱いだけだ、好きだけど好きすぎて、にはそう君を見れない、これ以上近づけな、でもそう続く青空。はい、次次次、ありがとうございます。あ、だるまもお花もありがとうございます。名曲、本当にこの歌すごい好き。
紅白の人すごかった、これ。そうそうそう、バーンってやつ。風の中をひまわりが揺れる道を全力で走ってる君を見かけたよ。夏の制服、太陽と競うように手を抜くその顔が輝いてた。記憶のことさえも気づかないくらいひたむきになれるもの、道の先に見つけたんだね。もう一度走ろうか、胸が熱くたぎた。いつの日からだろう、僕が歩き出したのは、生きるとは走ること、いても立ってもいられず、前のめりに夢見る。もう出てくるから後でいいや、そう、未来と。よし、30分になりました。パチ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 、30分になりました。なったということで、何でしょう、何の時間でしたっけ。30分になりましたよ。じゃあさっき発表したやつも一応もう一度最初から発表しますね。はい、シナモンリクエストアワーセットリストベスト47。はい、47位、さっきもこれさっきも発表したんで早めにパパッと。47位、君と僕の関係。あ、ちょっと先に言っとくと、なんかこれ本当に自分の趣味すぎて申し訳ないんですけど、ご容赦ください。47位、君と僕の関係。パチ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 、なんか言った方がいいのこれ。前田敦子さんと伊佐野智美さんのね、名曲ですよね。46位、うっほうっほほ、これ本当に好きなんですよ。感想。45位、友達、本当にいい曲で、こんな友達とね巡り会いたいと思います。44位、今ならばはもう本当にさやみるきーさんしか歌えない神曲。43位、ガラスのアイラビュー。ガラスのアイラビューの衣装本当に可愛くないですか。本当に素晴らしい。たくまさん初見です、ありがとうございます。あ、萌えきゅん推しの方、萌えきゅんさん推しの方、ありがとうございます。声めちゃアニに似てる、そんなことないですよ。うほうほう大好き。42位、思い出のほとんど。これもね、これ本当に好きで、本当になんかこの曲もなんですけど、この関係、この曲の歌詞みたいな関係性の人に出会いたい。41位、夢に色がない理由。40位、くるみとダイアローグ。あのさん、ありがとうございます。さやなちゃん、やっほー、ありがとうございます。名曲ばかり本当に。39位、ディアマイティーチャー。ディアマイティーチャーは全部踊れます。38位、誰かのために。 What can I do for someone。です。47位から38位まではこんな感じ。あかこちゃん、こんにちは、ありがとうございます。のさん、ありがとうございました。本当に1週間ありがとうございました。またお会いできるように頑張ります。ありがとうございました。そうそうそう、次。もういいですか、次いきますね。37位、狼とプライド。36位、恋のプラン。そう、恋のプランもいい曲、本当に可愛い曲。35位、12月のカンガルー。34位、スキャンダラスに行こう。小自由さんの曲ですね、本当に好きですね。33位、セブンティーン。セブンティーンはもうアイドル。32位、ハートの独占権。31位、リセット。30位、初めての星。29位、
三日月の背中。28位、ずっとずっと。はい。そう、ここまではさっきやったんですよね。さっきも発表したやつです。死に方の考えでも泣いちゃう。来年セブンティー、そうなんですよ。そうそう、ほう。そう、こんな感じです。あ、レンゾーさん、ハートありがとうございます。てっちゃんさん、たるもありがとうございます。NMB、神曲祭り、確かに。そう、28位まで。こんな感じ。ハーサの独占権可愛いですよね。満たさすぎる。ありがとうございます。こんな感じです。で、ここまではさっきも発表したから、次からですね。いよいよ、いよいよというか。次、いいですか？いきますよ。27位。1994のライメイ。カンガルー入っててよかった。カンガルー、12月のカンガルーめっちゃ言うた。1994のライメイ。オンリートデイ。26位オンリートデイ。25位夜風の仕業。ライメイめっちゃいいですよね。24位、涙はいつの日か。この曲本当に大好きなんですよ。あのチーム A さんの MT に捧ぐ公演の曲、めっちゃいい歌ですよね。23位、少女たちよ、少女たちよ、少女たちよ、もうすぐ夜明けが。はい、こんな感じです。で、次、22位、ハート型ウイルス。そう、ハート型ウイルスを22位にしたのにはね、いろんな思いがありますね。21位、青春のラップタイム。20位、ラブ修行。19位、ドリーミングガールズ、ドリーミングガールズ。18位、遠距離ポスターです。そう、にゃんにゃんさん、めっちゃ、これはね、すごいいい曲ばっかり、好きな曲ばっかり。そう、涙はいつの日かめっちゃ好きなんですよ。わかりますか皆さん。そう、22、小島さんのイメージありますか。ナンバの効果、そう、遠距離ポスター。いい歌ばっかりですよ。なんかアイドルっぽい歌が多いかな。あ、ジャータンさん、ありがとうございます。アイドルっぽい歌が多いかも、このページは。神曲だらけ。ラップ修行めっちゃいいですよね。ラップタイムも。そうそう、こんな感じです。次いきますよ。あ、もう17位？早い。これなんか、進むの早くないかな、平気か。17位、いきます。意義なしですか、やった。17位、じゃん。蜃気楼。蜃気楼わかりますか皆さん。蜃気楼大好き。16位、世界はどこまで青空なのか。15位、君と僕と、君と二つ太陽と。14位、心の橋のそば。大好き。13位、未来の扉。12位、チャンスの順番。11位、届かなそうで届くものです。蜃気楼いいですよね。蜃気楼めっちゃ好きなんですよ。心ゆらゆらゆら揺れながら。そうそうそう、ドリーミングガールズの始まる前のひそひそ感、確かに。ワンツースリー、ジャイムなったら学校を飛び出し。そう、いい歌ばっかり。と、蜃気楼めっちゃ大きくなっちゃった。とどとども、とどとどいいですよね。本当に好き。背伸びしようぜ。かと、あげろよ。蜃気楼いい曲ですよね。ソファー、そう、心の端のソファーもめっちゃいい曲。これも、こんな歌詞みたいな関係性の人に出会いたい。蜃気楼歌うの確かに。夜明け
の方が。そうですね。とどとどとどいい。めっちゃいい曲。そう、これ11位までだから、次が、次からトップ10なので、こっからの10曲は歌います。未来の扉めっちゃいいですよね。だるま。ありがとうございます、てっちゃんさん。君にじゃないじゃ、あの曲聴いた時の衝撃がすごかった。これがアイドルかって思った。届かなそうが出てたくも踊れる、オタク。ほんと、ファーテッドグループ好きなの分かるじゃん、ほんとですか？次から10位。そう、これもね、じゃあちょっとこっから、あれ？あ、すごい。すごいことになっちゃった。10位から、さ、10位から歌います。何がランクインかな、楽しみ、嬉しい。10位の曲は何だろう。そう、10曲今から歌います。ドゥルドゥルドゥルルルンテンテルンテンテンテルン。待ってください、準備するから。トゥルルンテンテルンテンテンテルン、わかりますか？待って、歌詞がない。はい、トゥルルンテンテルンテンテンテルン。そう、好きな曲です。そう、発表前のイントロ。ちょっと待ってください、音を流します。10位はじゃーん、決勝決勝決勝。テテラーンタンテテラーンタンテテラーン、ウイエイエイ、ウイエイエイ、ウイエイエイ。ベンチで寄り添うカップルたち、日差し側のように、大事なものを包んでる、秋風並木道を過ぎたら、黄色い枯れ葉が住まい、その足元渦になる、君といつかは恋人のようにそばにいる、それだけで全て分かり合えるのかな、まるで愛の結晶さ、長い時間かけながら、もっと好きになって形ができてゆく、意識しないまま思いやりが育まで、寒そうな季節が来たって気にならない。 NMB48 さんの決勝でした。決勝泣ける、本当に。福本愛菜さんの卒業を思い出す、それでいい歌ですよね。神曲、そう、神曲。日向でわちゃわちゃする人の役やります、お願いします。パチパチ、ありがとうございます。さやなちゃん、ありがとうございます。はい、10位は決勝でした。いい曲ですよね、本当に。菅井先生も飲みちゃ、それはない。ありがとうございます。10位は決勝でした。はい、カラオケでめっちゃ歌ってそう。カラオケ行きたいな。だるま、ありがとうございます。もういいかな、9位発表しても。10位めっちゃ貯めたから、もうちょっと貯めようか。でも意外と時間ないんですよね。え、待って、行く時間かな、意外と。第9位はテレレンテンテレンテンテンテレン。
だーん。ここからどうしたここで食べでーす。たんたんたたたたたたん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 たたんたんたんたたたたん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 たたたんたた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 た8位見えてる？そう。タタ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 長い道のりを走り抜け、やっと山のふもとまで来た夜明け、前にそびえ立つその夢は雲がかかる頂に似ている。現実は厳しい、登るのは辛い、思うようにいかない、諦めてしまいたくなる、後ろを振り返るなよ、努力したとか頑張ったとか口にするな、今の自分見せてみろ、ここがロドスだ、さあここで飛べ、ウォーウォー、ロドス、ロドス、そうそうそう、うん、いい曲。推しがドラフト、そう、ドラフト、ドラフトさんのね、ドラフトの方のね、やつですよね。毎回一個下見えてる？気をつけます。そう、ドラフトの方の、ありがとうございます。もうちょっと時間ないから次行っちゃいますね。ありがとうございます。第8位、さっきも見えちゃったのかな？見えてますか？まだ見えない？まだ見えない。ファーストラビットー、7位見えないかな、7位見えてないですか、ファーストラビットです、7位見えてないかな、見えてない、よかった、タン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 、そう、ファーストラビット言うと、タン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 、ちはるんさんありがとうございます、はじめましてかな、ありがとうございます、うめさんフォローしました、ありがとう、うめさんありがとうございます、フォローありがとうございます、そう、映画のね主題歌、タン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 、ある日森の中で見つけた、どこかへ続くほら穴を、周りの友はその暗闇をただ覗くだけで動かない、なぜだかドキドキしてきて、僕は一番目に走る、傷つくことを恐れはしない、何があっても怯まずに自分の夢を探しに行く、最初のウサギになろう。はい、第8位はファーストラビットでした。振りのラビットポーズ、そうそうそう、全力コールしたくなる、嬉しい、ありがとうございます、何があってもひるません、そうですね、赤優さん初見です、ありがとうございます、そう、吉橋ゆずかさんマシですか、ありがとうございます、そう、昨日ね来てくださったんですよ、ありがとうございます、来ていただいて
パチパチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。応援してる、ありがとうございます。次次いきます。テレレンテンテレンタンタンタラン7位、第7位は見えないように気をつけないと、下がじゃーん、未来とはあ、待って、見えた今、大丈夫かな。未来とはさっきね、ちょっとネタバレみたいになっちゃったんだけど、未来とは1秒後、明日でも来年でもなく、たった今から始まるんだ、僕らに見えてるすべては過去さ。あ、ベンさんこんにちは、ありがとうございます。そう、ネタバレ済みのやつ7位でした。青空見上げて、世界の果てはどこか探した、雲一つもなく宇宙まで続いてるのだろう、無限大、恐れるな、ためらうな、向こうが見えなくてもいやだめない、なんだ未来とは、第7位は未来とはでした。 PV さん作成、へえ、参加したのすごい、ありがとうございます。シナモンコールしてる。 SK のキャプテンが一番好きな曲未来とは、そうなんですね、マキコさん、斉藤マキコさん、好きな曲一緒すぎて同じセット、神セットリエやったありがとうございます。歌詞締める、本当に水穂さん、山田水穂さん、ニョロさん、そう。じゃあ次、第6位はじゃーん、マックス時315号、 NGT さんですね。ナゲドームでの MV 撮影、そか、皆さん参加されたんですかおーって、タン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 、タン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 、最後のトンネルを抜ければ近づく美しいあの街、希望が住むと信じてきた私が生まれ育った、すべてを知ってほしい、一番大事な人を連れて帰ること、出会ったあの夜約束した、未来はいつも思ったよりも優しくて、風景が不意に滲んでくる、夢は上がるとこの想いが溢れ出して、瞳から伝えたくなる、あなたと一緒に歩きたい。NGT48 さんのマックス時315個でした。6位は、そう、10位から5位はこんな感じです。これもありがとうございますそうですね、こんな感じです。あと5曲トップ10ですよ。どうしよう、トップ10、5分ぐらい
話そう。ご飯食べてくれのーちゃん、ありがとう。あと1時間ありがとう、また来てね。じゃあ7時から、7時から5位、7時からトップ5。素晴らしい選曲、本当ですか、よかったよかったよかった。そう、なんかありますか今までのやつで。そう、 MC タイムです。なんか今までのやつで、あ、ちょっとありますか。こんな感じ、なんかありますかね今までの。5位、違う、6位までのやつで、それぞれの曲の思い出。あ、5位のやつですか。あ、10位から5位のやつですか。10位から6位のやつですか。思い出、決勝は、決勝本当に好きな曲ですとしか言えないなんかメロディーもいいし歌詞もいいし、そうそう、ここがロドスだここで飛べは、そう、ドラフトは、ドラフト2期も3期も受けてたから思い入れがあるっていうか、そう、ずっとねあれで見てました、 YouTube で合宿の動画とか。抑えていても小島さん推しなのが透けて見える。本当ですかファーストラビットも、なんかファーストラビットママが好きな歌、報われるかなんて考えるな、暗闇でジャンプしろ、いい、ここ大好き。未来とはもいいですよね、なんか爽快感がすごいマックスと北の北条が本当にいい歌、ここがロドスでここで飛べ、本当にね。そう、ドラフト、ファーストラビットは前田敦子さんの歌ですよね、歌っていうかそう、さっき東京ドームの DVD 見てて、あ、この歌だって思って、え、待って、タワー立ってる、健坊さんありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます、今書きます、すごい、ありがとうございます、少ししたい、ありがとうございます、本当に、ありがとうございます、びっくり、最終日なのにありがとうございます、本当にありがとうございます。ディアマイティスの女子より違うタワー、ありがとうございます。え、待って待って待って。ボーってどうやって書くの？いや、ありがとうございます、本当に。びっくりびっくりびっくり。恐縮、ありがとうございます、健坊さん、ありがとうございます、本当にタワー、ありがとうございます、ありがとうございます、え、すごいタワーがある、ありがとうございます、え、ありがとうございます、本当に嬉しい、びっくり、ありがとうございます、かわいいアバター、健坊さん、これ漢字合ってる？合ってないかもしれない、ありがとうございます、感謝、感謝すぎる、ありがとうございます、合格できるように本当に頑張ります、恩を恩返しできるように頑張ります、ありがとうございます、本当に
ありがとうございます、本当にありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。健坊さんありがとうございます、頑張ります、本当にありがとうございます、ありがとうございます。健坊さん、坊は左が父、あ、父父父、やっぱりそうだったか、どっちか迷ったんですよありがとうございます、合ってるかありがとうございます、本当に感謝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 。あ、待って、時間が過ぎちゃった、ありがとうございます。あ、え、画像作ってくれたのありがとうございます、後で見る、あきちゃんありがとう、さやなちゃんありがとう、多くの人がしなまちゃんの背中を押してるんで本当にありがとうございます、頑張ります、期待値の表れ、恐縮です、頑張ります、本当に頑張ります。よしよし、ありがとうございます、本当に。じゃあ次 5位から発表します。合格したら会いに行くね、ありがとうございます、頑張ります、嬉しい、はい、じゃあ第5位いきまーす、いきまーす、え、1時間切った、そうだ、第5位、テレレンタンタランタンタンタランじゃーん、初日、初日じゃんなー、じゃんじゃんじゃん、たん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 、あ、エンジンから、いつも感謝、冷静に丁寧に正確に、みんなの夢が叶いますように、AKB チーム B じゃーん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 、たん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 、たたたたたんたんたんたた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 んたたん、私は立てる憧れていたステージ大歓声拍手と熱気の中、厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの幕が開く、一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある、思うように歌えずに自信を失った日もある、いつもライバルが輝いて見えた、夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない、夢は汗の中に芽を出してずっと待っている、いつかきっと願い叶うまで、これも泣ける歌、泣ける泣ける泣ける、えー、ありがとうございます、夢が叶いますように、叶いますように、ありがとうございます、お花ありがとうございます、だるまも初日ね、本当にいい歌、パチパチパチありがとうございます、初日、5位は初日でした。
はい、ついに4位、第4位ですね。もう上位ですよ。なんだか寂しくなってきました。来ちゃいました。あと1時間です。次4位いきます。4位はテレランタンタランタンタンタラン。第4位、約束よ。約束よ。ちゃん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 。ダン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 。だけが人生なんだっていつか誰かが言ってたけど、それだけじゃ知り合った意味がないね。人は何度も出会いと別れを繰り返してる旅人だよ。思い出と道しるべ手に入れてるねえ。そんなに悲しい目で私を見つめないでよ。笑顔見せて。必ず君に会えるから、いつの日かどこかで運命が引き寄せる力信じて。必ず君に会えるから、その日まで私をずっと忘れないで。約束よ、約束よ。本当になんか宮沢沙耶さんの、ね、卒業の曲ですよね。歌ってた曲ですよね。もうなんか今にぴったりな歌詞かなと思って。思い出よ、あ違う、約束よ。必ず君に会えるから、そういい歌。そうですね、この歌詞を信じて頑張ります。そうそうそう、必ず君に会えるから、絶対会いましょう、会いましょう、本当に頑張ります。そう、第4位は約束よでした。お約束。約束、必ず君に会えるから、必ず君に会えるから、いつの日かどうか。そう、いよいよベスト33位まで、あとね、3位ね。3位は本当にもうなんか僅差すぎて、なんか正直全部1位ぐらいの勢いで、でも泣く泣く3位、1、2、3位つけたんですけど、本当に全部1位です。もうこっからの3位は、3位。そう、次いきます。じゃあテレレンタンタランタンタンタラン。もう僅差すぎて、3位はじゃん、ありがとうありがとうありがとう、くださいね、ありがとうです。たんちちゃん、たんたんたん、ありがとう、今日もまた一緒にいて
くれて感謝をしてます。さよならは言いません。あなたともう一度この場所で会える、その日まで。一生懸命やって、いっぱい流れた汗や弾んだ息遣いまで、私のすべて出し切った。ずっとそこから大きな声で手を振り、あなたは応援してくれた。ありがとう、心からあなたが来てくれて本当に嬉しい。約束をしてください。離れている時も私のことだけ思ってて。ありがとう、ありがとう。いいですね。こちらこそありがとうございます。本当にこの歌詞の通り、ありがとうございます。下手やろ思ったらうまいやん。よく嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。第3位はありがとうでした。いい歌、これも本当に、うん、そう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 。これはいかんな、出会えた奇跡にありがとう。こちらこそ本当に本当にありがとうございます。いつも来てくれてありがとうございます。はい、じゃあついに2位ですね。2位、もう2位だ。あと2曲ですよ。何でしょう、2曲。いててててて。今日にふさわしい曲、そうですね。約束よも、約束よもそうだし、約束よもそうだし、ありがとうもぴったりな曲ですね。1個前の文章、どれどれだ、どこ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 、あった。オーディション頑張ってくださいね。 SK になったら推しになりますね。ありがとうございます。やっくんさん、ありがとうございます。2位、じゃあいきます。2位の発表をするんですけど、あった。テレレンタンタランタンタンタラン。2位はじゃーん、僕は知っている、タタン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 タラランタタン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 。晴れ渡る空を見ると、なぜだろう、いつでも君のことを思う。悲しみに濡れてないか、
すら持ってた悩みはもう消えただろうか、夢の風だって晴れの日ばかりじゃない、僕は知っているよ、君のその頑張りも乗り越えた困難もだけど、まだまだ続く坂道、声を上げる君をここから見守ってる。第2位は僕は知っている、え待って、マイケルさん、え、50品もちゃんかね、ありがとうございます。カウントしてくださったんですか、え、ありがとうございます。え、カウントしてくださったんですか、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に頑張ります。歌も字もすごくて、いや全然そんなことないです、ありがとうございます。スクショ音がありがとうございます、ありがとうございます、本当に嬉しい、ありがとうございます、あもうありがとうでございますでしかないです、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。そうですね、本当に頑張らないと、頑張らないと、嬉しい、ありがとうございます。そうですね、直接お礼に行けるように頑張ります、ありがとうございます。カウントしてくださったんですか、ありがとうございます、恐縮。ありがとうございます、応援してるから頑張ってね、ありがとうございます、本当に本当に嬉しい。そう、3日間も来てくださってありがとうございます、びっくり、うん、優しい、本当に、あーありがとうございます。そうですね、向かって挨拶し、そうです、いいね、ございます、ありがとうございます。萌えさんと同い年じゃなくて1個下です、今高校1年生です、高校1年生です、嬉しい、優しくて好きになりそう、もうなってます、皆さんもなってます、絶対嬉しい、そう優しい、本当に恐縮だ、恐縮だ、そうですね、マイケンさんといつか一緒に歌えるように頑張ります、頑張ります。あ、みけくろさん、ありがとうございました、またお会いできるように頑張ります、ありがとうございます。そう、高校1年生です、メンバーから人気じゃないです、全然そんなことない、嬉しい、本当に、ありがとうございます。そうですね、いよいよ1位、そうそうそう、1位、何度も考えるんだ、僕にできることってなんだろう、僕は知っているよ、よし、ありがとうございます、本当に、よし、じゃあ1位です、ついに、ついに、5位初日、4位約束よ、3位ありがとう、2位僕は知っている、そして1位は本当に自分の趣味で申し訳ないんですけど、じゃーん、意味は逃げない、なんかこの歌は本当に今の自分
自分的にぴったりな歌で、そう、曲が本当に好きなんですよ。本当に歌詞が素晴らしくて、タン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 、そう、ずっとね言ってるんですけどね、そう、初日からずっと言ってる気がする。なんか変えたかったんだ、自分試したかった、あの日全てを捨てて高校に来た、だからがむしゃらだった、後ろ振り向かずに明日、辛いのはよくわかるよ、急した夜も君に最後に言っておきたい、自分の方から諦めるな、夢は絶対逃げていかない、このままその手を伸ばせよ、いつかは、本当に歌詞を聞いていただきたい皆さんに。これが限界のように壁が立ちはだかった、何度もやめようと思ったか、だけど腕を掴んで止めてくれた仲間よ、理想とは違う日々に泣き明かした朝もあった、君も誰かに伝えてほしい、夢はもうでも近づいてる、夢はもう少しあと1ミリだ、伸ばしたその手を下ろすな、頑張れ、そう、夢はもう少しあと1ミリだっていうところが本当にグッとくるっていうか、あと1ミリだ、君に最後に言っておきたい、自分の方から諦めるな、夢は絶対逃げていかない、このままその手を伸ばせよ、頑張れ、ありがとうございます。え、待って、タワーありがとうございます。待って、カモヤンさんタワーありがとうございます。え、待って、ちょっとありがとうございます。え、タワーありがとうございます。え、頑張れって、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。え、タワーありがとうございます。ちょっと待ってください、待ってください、日本も。ありがとうございます。涙、土下座すぎる、本当にこんなことしかない。ありがとうございます、カムヤンさん、ありがとうございます。恐縮、ありがとうございます。本当に土下座ありがとうございます。本当にありがとうございます。タワーありがとうございます。本当にもうこれは
なんとしてでも合格しないと。シナモンちゃんの未来にハゲて嬉しい嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。もう幸せ、もう幸せだ。もう今多分人生で一番ぐらい幸せ。合格ってそう恩返しできるように頑張ります。私今日のショールも絶対忘れないと思う。私も忘れないです、絶対。ありがとうございます、皆さん。本当に皆さんのギフトとかもコメントとかも全部ありがとうございます。星もカウントももちろんありがとうございます。そうですね、恩返しできるように頑張ります。ありがとうございます。まだまだこれから、そうですね、今日で終わらないように。ありがとうございます。最終日に初見ですが、ありがとうございます。パパパパクチーさん、ありがとうございます。頑張ります。そう、字書かないと忘れてた。時間が、確かに時間がない。待って、やっぱり焦る。時間がない、ペンがない。え、ペンがない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 ぞ。あった。初見さん、ありがとうございます。ミキブル、ミキブル最高さん、ありがとうございます。よし、ちょっと字を書きますね。字を、字を、字を、どこ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 、ページが、あ、どこどこ、感謝の、あ、待って、またタワーが立ってる。待って、またタワーが立ってる。え、待って、梅さん。ゆめさん、たぶんありがとうございます。ありがとうございます。え、え、ありがとうございます。え、恐縮。え、ありがとうございます。3本も出せる、ありがとうございます。嬉しい。え、もう本当に本当に感謝。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。スクショしたい。あれ、さっきしたか。え、頑張ってね、応援してる。ありがとうございます。本当に頑張ります。あいねちゃんもありがとう。え、待って、まだなんだ。え、待って、くもねさん、ありがとうございます。え、くもねパパさん、昨日も昨日もタワー映ってくださって、待って、本当にありがとうございます。もうこのショールーム入れてた1週間はもうずっと忘れないし、そうですね、今日で最後にならないように、うん、また会えるように頑張り、でもそうメンバーさんにもし慣れてショールームもしできるようにしたいし、もしそういう風に慣れてもこのオーディション期間のショールームってずっと忘れないと思うから、本当に来てくれた皆さん、ありがとうございます。本当に好きさんに必要なメンバーでありがとう。でもそういう風にね言っていただけるのがすごい嬉しい。なんかなんで SKE なのみたいな、 SKE じゃないとこ
受ければいいのにとかすごい言われるのがすごい悔しくて、SKE さんの SKE さんになりたいから SKE さんのオーディションを来てるから、その辺はすごい勘違いしないでほしいなって思います。まただわ。ブックさん、ブックさん、えだわ、ありがとうございます。えブックさん、ありがとうございます。え待って、ブックさん、えありがとうございます。えー、こんなに恐縮すぎる。えー、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、本当にありがとうございます。もう SKE さんに入りたいから SKE さんのオーディション受けてるし、もうこのショールームのオーディションの期間でどんどん好きになったし、 SKE さんのことが。そうですね、本当にここで終わらないように頑張ります。これからが始まりだからね。そうですね、本当にそうですね。待って、え、これ 2×2 って何？ 2×2 って2本ってこと？え、待って待って、え、ゲソモンさん、え、待って、まただ。え、タカバンさんもゲソモンさん、え、ありがとうございます。本当にもう恐縮でしかない、もう感謝しかない、本当に、ありがとうございます。どうしたらいいんですか？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 もう感謝って言葉じゃ済まされないと思うんですけど、これ。ありがとうございます。ありがとうございます、ゲソモンさん。あと、タカボンさんも。ちょっと待ってください。え、もうスケッチブックがなくなっちゃう。え、待って、もうどうしたらいいの？タカボンさん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。そう、ありがとう以外の言葉が、合格することが最大の恩返し。そうですね、本当に頑張ります。
アイス10個もありがとうございます。日本で伝わらない心から飲んできます。そんなありがとうございます。本当にうーん本当にありがとうございます。ね、本当に合格しないと。全力でね。そうですね、ありがとうございます。あと字を書かないと。今何時だろう。あと20分しかない。また近い、あ、近いうちに会える。そうですね、頑張ります。最後は笑って。そうですね、最後は最後にならないように。1位ありがとう、1位ありがとうございます。あ、だるまもありがとうございます。うん、ちょっとあー、あ、クマもありがとうございます。笑顔でまたねって言えばいい。そうですね、再会の約束。笑おう笑った。ありがとうございます。あみーちゃんもありがとう。え、まだだ、当たってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って。どうしたらいいんでしょうか。どうしたらいいんでしょうか、もう。ああ。ありがとうございます。本当に本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。嬉しい、本当にありがとうございました。こんなにいっぱいありがとうございます。何本ある。明日から寂しいけど合格した時のお礼配信楽しみに待って。ありがとうございます、頑張ります。お礼配信、シナモンちゃんが好きになったら死んだります。嬉しい、ありがとうございます。一生懸命だから絶対これ。いや、ありがとうございます。梅さんありがとうございました。待って、ちょっと字書かなきゃ。今何時だ、43分。ありがとうございます。この応援を胸に自信持って頑張る。そうですね、本当に恩返しできるように頑張ります。タワー人生で投げたの2回目、嬉しい、本当にありがとうございます。あー、もうやだ。なんかな、うん、ショールームを
ショールームやっててもうなんか、正直辛いじゃないけど、もうなんか正直嫌になることとかなかったことはない、なかったこともないっていうか、なんていうの、あったけど、皆さんがコメントしてくださったり、推薦コメントしてくださったり、ギフト投げてくださったり、もうそれが嬉しくて、もう本当にやっててよかったと思います、思いました、ありがとうございます。はあ、もう本当に濃い一週間でした、ありがとうございました。少しでも力になったら、もう力になりすぎてます。本当に嬉しい。ちょっと書きながらでごめんなさい、喋るのが。本当に入ってほしいな、嬉しい。ありがとうございます。あ、待って、ペンが出ない。剣坊さんもありがとうございます。栄のてっぺん取ったんで、頑張ります。ね、本当にもう約束よが響きすぎてやばい今心に、ありがとうございます、アイスもありがとうございます、最終審査頑張ります、合格することを願ってます、ありがとうございます、頑張ります、ね、なんか実感が湧かない、ありがとうございます、名古屋で待ってるよ、ありがとうございます、本当にショールーム、ショールームは皆さんがねいろいろ応援してくださったので、最終審査は自分が頑張るしかないから頑張ります、ハートもありがとうございます、失礼します、ありがとうございました、合格して待ってるので楽しみにする、ありがとうございます、挨拶に来て嬉しい、はあ、そう、ありがとうの2番の歌詞も言えた、いつかは夢を叶えてあなたに褒めてほしいです、待って、早く書かなきゃ、さよならだけが人生なんだっていつか誰かが言ってたけど、それだけじゃ知り合った意味がないね、待って、本格的に時間がないからとりあえず急いで書きます、人は何度も出会いと別れを繰り返してる、旅人だよ、思い出と道しるべ手に入れてる、ありがとうございます、あ、手が1万人タワーもいっぱい、ありがとうございます、だるまアバターありがとうございます、本当にだるま塗ります、ちょっと今、あ、ちょっと、あと10分、これは終わりそうだ、ちょっと適当になっちゃったけど、よし、あ、あ、ここだ、ハートもいっぱいありがとうございます、じゃん、感謝感謝、本当に感謝感謝感謝です、よかった間に合って、今までありがとうございました、愛愛夢合格感謝、ありがとうございます、スクショタイム
れたかな。よし、ありがとうございます。じゃあ最後、だるまに、だるまの目を塗ります。左ですよね、見えるかな、こっち、あれ違う、左目、こっちが危ない、びっくりした。塗りました、だるま。で、反転してる？してないかな。でもこれ左です。頑張ります。本当によかった、やることできて。ありがとうございます、だるま。だるま、ありがとうございます。ご不覚、すいませんね、頑張ります。離れ目ですか？よし、これで大丈夫だ。ありがとうございました、本当に。こんな配信を見ていただいて、最後、そうね、もしね、合格できてもね、合格できてもっていうか、ゆっくり、あれですね、オーディション期間のショールームは最後なので、1週間ありがとうございました、本当に。ネギ目も一緒に寝れるように頑張ります。希望は体力、まだまだ大丈夫、うん、頑張ります。本当に幸せな1週間でした。53、とにかく楽しんで頑張ります。楽しい1週間ありがとう、本当に。こちらこそです、こちらこそ。あとで推薦コメントありがとう。いつまでこのアカウントあるのかな、わかんないけど見ます、推薦コメントも。ありがとうございます。あと5分ちょっと。ツイッターもぜひ書いてください。見ます、見ます、絶対泣く。あとで見たら、これぜひハッシュタグ全部見ます。オーディションも前のめりで頑張ります。また会えると信じてる、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。あ、ギフトもありがとうございます。キウイ、キウイありがとうございます、本当に。キウイってもう本当にすごい、ありがとうございます。スクショタイムします。だるま、静止画みたい。え、タワー来た？え、本当に？え、ミキプル最高さん、え、ありがとうございます。待って、ちょっと書きたいけど、順位ランキング目を見たい。ちょっと急ぎます、ちょっと待って、ありがとうございます。待ってください、待ってください、待ってください、待ってください。もうやめてください、本当にもう。待って、ペンが出ない。え、本当にちょっと待って、順位も読みたい。え、本当にありがとうございます。そんな、ありがとうございます。字が汚くて申し訳ない、字が汚くて申し訳ない。ありがとうございます、 ありがとうございます。あ、くまもアイスもありがとうございます。 ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい、ありがとうございます。ちょっと
じゅん呼びます。じゅん本当にありがとうございます。 ありがとうございます。ランキング読みます。ちょっと急いでて申し訳ない。13位、てっちゃんさん、ありがとうございます。12位、かんべさん、あ、かんべさんもいつもありがとうございました。11位、たかてん53、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、かおるさん、かおるさんありがとうございます、いつも。9位、れんぞう0079さん、ありがとうございます。8位、ブックさん、ブックさん、タワーもありがとうございました、本当に。7位、けんぼうさん、ありがとうございます。けんぼうさんもタワーありがとうございます。たかぼんあといちさんもありがとうございます。タワーありがとうございます。5位、梅さん、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。4位、かまやんさん、ありがとうございます。かまやんさんもタワーありがとうございます。アットマークなともありがとうございます。3位、 S ゆうすけさん、ありがとうございます。 S ゆうすけさんもいつもありがとうございます。タワーもありがとうございます。2位、くまねパパさん、実の娘たちと同じぐらいに応援してます。頑張れ、嬉しい、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。昨日もありがとうございます。ゲソモンさん、ゲソモンさん、タワー2本もありがとうございました。1位、ありがとうございます。 1位、ゲソモンさん、あー、ありがとうございます。 SK で待ってる、嬉しい、ありがとうございます。頑張ります、本当に頑張ります。57分、あ、え、待って、8位になってる、ありがとうございます。8位になってる。誕生まであとちょっとだった。まどちゃんもありがとう、まどちゃんもありがとう、本当にいつも。のあちゃんもありがとう、ゲソモンさんも、あきちゃんもありがとう、れんぞうさんもありがとうございます、たかてぃんさんもありがとうございます、おっきいさん、きぼりのさけさん、強がりたいわけさん、たくまさん、りほさん、ゆきさん、梅ちゃん、梅さん、ありがとうございます。いっちゃんさんもありがとうございます。みきぷる最高さんもありがとうございます。頑張ります、本当に頑張ります。もちろん忘れないです。必ず君に会えるから、本当に1週間お疲れ様。こちらこそ本当に1週間ありがとうございました。ありがとうございます。58分だ、本当に。全部コメント読んでます。ちょっと返せるか分かんないけど、ありがとうございます。本当に約束よ、必ず君に会えるから、ありがとう、本当に忘れません、絶対。ありがとうございました。待ってるよ、嬉しい、ありがとうございます。本当に大好きです。幸せ、本当に幸せ。はあ、頑張ります、ありがとうございます、本当に。頑張ります。名古屋で待って、そうですね、名古屋に行けるように頑張る。もう59分だけど終わらないから、これ59分までだよね。59分まで、あと1分切った。本当に感謝でしかないです。また絶対会いましょうね。皆さんありがとうございました、1週間。本当にありがとうございました。皆さん、みんな覚えてます、本当に。本当にありがとうございます。頑張ります。頑張ってきます。期待に応えられるように。頑張ります、本当に。ありがとうございます。絶対再会しましょう。ありがとうございました、本当に。さよならは言わないですね。そうですね。あ、もう終わっちゃう。ありがとうございました。大好きです。